はい、こんにちは。スプラートエデンの梅ちゃんです。アンベタちゃんです。ということでね、うん、なんか世界中いろんなとこ旅してるじゃん。うん、やっぱいろんなアート、絵描いたりするから、うん、他の人のアート見たり、うん、特に俺はストリートが好きじゃん。好きだね。なんか美術館とか行かないじゃん。うん、けどなんかストリートの人と話したり、うんうん、メロは私も好き。その人も、ね、やってることも、ね、場所とかも全部アート、ね、でね、今日はね、パレンケ遺跡、メキシコのパレンケ遺跡に来てて、うん、OK、こんな感じです。彼が描いてます。 OK、オラオラ、コモサノビエン、ニエメン。お名前は？私のプレスプジェレミー・バジーナ。ジェレミー・バジーナ。ジェレミー・バジーナ。え、どのくらい絵描いてるんですか？パントティンパイスタドをピンタンドス。マセベンタニュ20年描いてるって。どうやって始めたのってベロが聞いたら、うん、なんだって。子供からずっと絵が好きだった。子供の時はずっと絵が好きで、でも何も勉強してないって。おお。だから子供からなんかずっとなんか木とかに描いたりとか、うん、いろんな方法を見つけて、うん、まあ大人になってからちょっとペイント、うんうん、なんでしょう。あれまだ見てなくね、そういえば、うん、これこんな感じでね、見える？すごいね、本当にめっちゃ綺麗、うん、超綺麗よね、うん、どのくらい時間かかるんですか、描くの？パントティンパターさん、運転タイムです。ブラシ君レプンデル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 。これがね、1オーラマスメノ、これが大体1時間で描けるって。すごいね。でこれは大体4時間、これが大体4時間で1時間ぐらい。どうです、オリオベル全部油絵で描いてます。どのくらい1日描くんですか？Pues aquí, como ahora sí que nos ponemos a platicar con los turismos, me preguntan y me pongo a entender, pues mínimo hago 5 o 6 nomás. Ah. ここでお客さんと話したりしてなければ、まあ1日5個とか。で、家にいる時とかは集中するから1日15から20個ぐらい描けると。そんな感じ。ということで俺はね、これを買う。なんかそういろんな国でね、絵集めてんだよね。そうだね。いろんな人のアーティストと仲良くなって、そこで絵買ったりして、会えて嬉しい。Está muy feliz de conocer. Gracias, sí. Muy gran arriba. Sí, de verdad. Sí, sí, sí. Impresionante. Muchas gracias. Arigato. Muchas gracias. まじゃ楽しいと思ったら、チャンネル登録と高評価とコメントお願いします。うん、で彼の YouTube チャンネルあれば貼っとくんで、うん、よかったらサブスクライブ、チャンネル登録とコメントお願いします。うん、アディオスアミゴス。アディオス。アディオス。グラシアス。グラシアス。